こんにちは、草場ひろきです。今回はアロマテラピー検定について紹介したいと思います。アロマテラピー検定11月に開催されるのですが、締め切りは9月7日になりますので、検討している人は急いで申し込んだ方がいいと思います。アロマテラピー検定なんですが、日本アロマ環境協会が認定する民間資格になり、今まで累計で46万人以上の方が受験してるんですが、今回初めてインターネット試験を開催します。アロマテラピー検定を考えている方は今が非常にチャンスなんじゃないかなと思います。ではアロマテラピー検定とはどういったものなのかを紹介させていただきます。アロマテラピー検定は年に2回5月と11月に開催されています。1級と2級があり、受験料は両方とも6600円税込みになります。1級2級両方とも受ける併願もすることができます。アロマテラピー検定1級の内容がアロマテラピーでいうと登竜門的です。より上の資格を目指すかどうかを1級を受けた後考えたらいいと思います。受験資格はどなたでも受けることができます。小学生からご年配の方まで受験していますし、なんと合格率は1級も2級も 90% です。試験方式はマークシートなのですが、今回はインターネットでの試験になります。出題数70問で時間が70分なんですが、自宅で受けることができ、時間も短縮されて35分になります。合格基準は正答率 80% です。基本的には公式テキスト目を通せば合格できると思います。実際日本アロマ環境協会のホームページ内でも、まず勉強期間なんですが、受験者の 93% の方が3ヶ月以内と、 25% の人は1ヶ月以内と答えてます。集中して勉強すれば 1,2 週間以内でも十分合格圏内に届く内容じゃないかと思います。出題範囲の中に香りのテストがあるんですが、これも11月の試験の前に香りが届いて、その試験の時に問題が出て答える形になると思うんですが、今回初めてのインターネット試験ということで、どういう傾向になるかっていうのはわからないのと、合格率が今までと同じようになるかっていうのはまだ不明なんですが、ただ会場に足を運んでというスタイルではないので、気軽に受験できるんじゃないかなと思います。試験は11月1日日曜日の2時から2時35分の間で行われます。受験してみようかなって思った方は AEAJ 日本アロマ環境協会のホームページから受験申し込みすることができるんですが、なんとその申し込みの時に試験の申し込みとセットで公式のテキストを購入することができるので、アロマテラピー検定公式テキスト1級2級、あとアロマテラピー検定公式問題集1級2級、これを選択して購入することができます。またこのチャンネルでも検定対策も取り扱っていこうと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。